赤星せよ赤星増増しデリーはいじゃあということで始まっちゃいましたが、うん、ラーメン二郎中山駅前店です。中山 ね今年なんと2回目なんですよ。もうなるほど年2回行ってるよね。今年もう2回っていうかもう年の瀬ですけど。あそうですね。でも確かに年2回ぐらいになって。そうねえ。ということで、通算6回目ぐらいだけども12月12日でね9周年を迎えた中山さん、おめでとうございます。ところが今回は12日が木曜日定休日だったんで、うん、9日から11日にですね、うん、スペシャルバースデートッピングなるほどやったんすよ。3年前から僕も言ってますけども、うん、今回はですね、うん、トマト風焼きチーズ、バター風焼きチーズ、からしマヨネーズ焼きチーズということで、うんはいはい、そうこれ新しいんですね。なるほど。ピザとかね。そう聞いてましたけど。で、うん、無料でコール可能、ラーメンも旬なしも OK なんですが、いつもあったカレーは、あら、そっけ！なるほど。ベンチ入りということで、ベンチ入り、じゃあ、控えてはいたんですか？控えては、やんなかったということで、まあ、基本メニューはね、こういった形で、うんございまして、まあ、珍しいのがね、豚の枚数で選ぶ。あと、フィギュアとか気になっちゃうね。あ、いっぱいありますね。うん、はい。まあ、そんな中でね、大ラーメン、豚2枚を。選択しておりますということでね、ダルメン2人前の全部マシマシ、うん、選んだのはもちろんカエルシマヨネーズということで、ね、大量のねこのシュレッドチーズをこうバーナーでブワーっとやってくれるということでね、うん野菜を乗せてマヨを乗せてチーズを乗せて炙りなんで、うん、もうあの厨房なんてもう5人体制で、あマジっすか、それぞれの、いやそれぞれのスペシャリストにまあまあ麺揚げ野菜つけたのね、うん、運が良ければ一部炙り油なのかもこりゃ美味しそう。そうなんですよ。というわけでね、ヒデスープからいきますが、今日はね忙しいですよ、忙しいです。まずはね、このスープから、うん、もうね、分かる人はもう分かりますよこれ、うん、ね、コクうまスープとか言ってますけど、うん、なんとですね、うん、これ一回止めますか、こちら、うん、レンゲ、なんと以前はありませんでした。なるほど。はい。なかったんです。何かというとですね、はい、このようにもう7月の時点でなかったんですよ。はい。こうやって飲んでますけども、うん、なんとですね、うん、蒲田二郎のレンゲがこちらに来たんですよ。閉店した蒲田のレンゲが。ということで、やっとレンゲ入荷いたしましたと。ちょっと蒲田の味がしたかもしれないですね。そうなんですよね。まあ染み付いてたかどうかはあれですけども、ね、豚はね、うん、ムチムチの腕肉なのか肩ロースなのかどちらでしょうか。いや、知らん。正解はうまいと、ね、うまい、まあ、どっちにしろね、どっちにしろうまいと、ね、さあ早速そしてからしマヨネーズ焼きチーズ、すごいね、いこれですよね。2回もブイーンってしちゃいましたけどもね、あー食った、どうなんでしょうか、うん、うなんだなんだとろけたチーズがほのかなピリ辛マヨということで、グラタンみたいな、あーこれは美味しそうだ。そうなんですよ、これね本当に試してみてほしい。もう試せないけど今年は。まあでもそうか、からしマヨってあるけどそれを炙るっていうのなかったもんね、はい、いやそうねまるでねこの野菜の上にかけたの、うん、シーザーサラダ食べてるかような二郎系シーザーサラダね、二郎系シーザーサラダ、シーザーサラダですよもう。というわけでね、横からこう麺を引き出していきますが、うん、もうやっぱり中山といえばね、うん、このややでろの細麺、うん、なるほど、この細加減はラーメン二郎の中で一番細いかもしれない。あマジですか、それぐらい細いです、中山のはね。でさらにこれってね、麺の上にマヨチーズ乗っけちゃいますよね、これね、これよやっぱ。どうなんでしょうか、もうねもったいぶらずに一気にいってほしい。なるほど。なぜなのか、うん、ね、これは僕の持論ですけども、はい、後ほど残しちゃうとですね、うん、マヨネーズがこの非乳化のスープに、ね、うん、溶けちゃうんですよ、うん、なるほどそう、なんか中途半端なスープになっちゃうんで、下まで浸透しないうちに食べた方がちょっとおすすめなんじゃないかと、おすすめがね、いうことで、ございますね。じゃあ来年への、来年覚えておいてください、365日後にね。そして、うん、ニンニク入りましたね。キャベツのシャキ具合、ニンニクの粒具合、絡めるとうまいのがまた中山ということでね、まあ、今回ラーメンだけども汁なしがやったり、うん、つけ麺がやったりしまして、うん、その都度ねちょっとニンニク量も変わってきたりするんだけども、今回はまあまあ平均的な、平均的なものでございました。バランスね、そうバラ人ということで、バラ人出ました、うん、2回目の登場、うん、ということでね、なんか今誰かじゃんけんしてました、ずっとパー出してました、油に触れないように手を広げて食べがちなんですよ、僕は。器が油なんですごいね、そしてギャバンブラックペッパーですか、ちょっと見ててくださいこれね、ちょっとあれ、うん、すごいっすね、うん、よく一発で、いやそうよ、ちょっといやちょっとさすがにね、僕もこれはちょっと来たんじゃないかなと思って、いける、うまい、じゃあよかったよ、はいということでね、吹き出さないかと思って
心配だったよマジで。ペッパーマヨとしてね、もうねワクワク感満載だよ。なんか出てきそう。なんで？いやー美味しかったという表現が。なんでみこしを爆発させた？すいません、ちょっとね祭りが始まっちゃいましたけどもね。笑爆発したろ。すいません本当。しょっぱレベルがね分かんなかったんで、もう胡椒の香りで。そうだ、飲み直して3でした。当てになんないよもう。いや口の中リセットしてないけども、まああんまりしょっぱくはない。え、からし、あ、からし、返しね。なぜかというとですね、酸味が特徴的なんですよ。酸味、中山というのはつけ麺とか、あの汁なし食べるとね、なので返しもそこまでブランデーとしてはしょっぱくないんじゃないか。なるほど。そんな中横でね、赤崎さんはフィニッシュしまして、先に食べ終わっておりますが、その後、私もフィニッシュ、うん、と、あ、動画見てます。あ、こんな感じやってるんですよ。すごい。最近やるけど、あんま映さないんだぞ、こういうの別に。やっぱりお隣の方もニッコニコしてくれたので、参加していただいたということで、まあまあ珍しいからいっか。ありがとうございます。マシマシレベルは 88.8 ということでね、前回 89.8、その前も 89.9、 その前は 90 ということで、だんだんちょっと減ってます、ね、何があったんだ。僕の単純に胃の量がでかくなっただけかもしれない、ね、かも。本当に裁量次第だからこれ別に。でも大体は大を頼んでマシマシにしてるから。そう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 。でニンニクの量がさっき言ったけど多かったり少なかったりするんで、それでちょっと平均変わってますけど、基準値がないのよ別に。これは大体のね感じで感じ取ってもらって、というわけでね、今年は、これ言っちゃいましたけど、まあよね、最近ここ1年ごとに新しいのが登場するから。あ、なるほど。来年一体どうなるのか、まあ、カレーが今回お休みでございます。いやそうで、俺カレー食べたことないんですよ。あら、今年行こうかとしてたんだけど、まあなかったんで。ちょ、来年お願いします。カレー来年ね、お願いします。まあ、来年まで食える体だったらいいですね。食えるわ食えるわ。食える体だったら怖いことを。野菜も食べてますんで。いや、もう本当アメリカ人の発想だったんで。こっちゃんでした。Thank you.